でお母さんの我が家のチキン南蛮をスタジオにご用意しております。人参とピーマンで彩りもいいですね。野菜がとれるのいいですね。卵も結構ゴロッとしていて美味しそう。いただきます。野菜のシャキシャキ感がありますね、チキン南蛮と。あ、すごくさっぱりしてて、私も好きかもこれ。あ、そうですか。作り方ご紹介します。南蛮のタレを作り、そこに細切りにしたピーマン、玉ねぎ、人参を和えます。鶏胸肉を揚げたらタレに15分ほど漬け込んでください。漬け込んだお肉と野菜を盛り付け、その上にタルタルソースを乗せて完成です。このコーナーでは視聴者の皆さんからいただきました心温まるレシピなどを募集しています。採用された方にはこちら霧島酒造の焼酎と番組特製のクオカードをプレゼントいたします。たくさんのご応募お待ちしております。それでは今週は赤霧島の炭酸割り、赤霧ボールで乾杯です。みやびやね。しっかり味のチキン南蛮で焼酎が進むこと間違いなしです。ときめきレシピのコーナーでした。